社長、今いいですか？うん、うん、どうした？今私、部を任せてもらってるじゃないですか。うん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 。強い集団にするにはどうすればいいんですか？そんな君にはこの名言を教えてあげる。強いチームを作る上でまず必要なことは業界の常識を疑うこと。そこから強いチームってのができていくんじゃないかな。これ誰かの名言だったりするんですか？原進さん。どこも青山学院。今年の箱根駅伝の結果はもちろんご存知？優勝。すごい。そうって毎年ユニークな作戦名を発表してますけど、今年の作戦名は後から追い上げる系。開けてたまるか大作戦。去年は3位だったんですけど、箱根駅伝には上り坂、下り坂、もう一つ坂があるって言ってましたけど、まさか。お、実はね、結婚式でそれ言ったことある。